ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀の幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつ。よっ、あらよしたろ、日本一。いいぞ、いいぞ、いいぞ。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい？ぼっちの金で勘違いも大概にしな。意気がるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、ヨコ。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？我慢もんか。大丈夫か？マスミ、紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。
父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。父さん？父さん？20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ昔から悪い J だけはターゲットんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。ほら、高校生に返してやれ。え、せっかく取った金を。そうだよ、わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ、俺。わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここどうなってる。メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、炭鉱部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合ですか。あ、こっちの方も整えて別に触るんですよ。すいません。いねえな。おい、おい、姉ちゃん。え、若、いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。
すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。何すか、それ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若行くぞ。若。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。
バカ、いつからそこに。あの若、おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。